皆さんたくさんのお便りありがとうございますこれからもお便りよろしくお願いしますそれでは1曲お届けしましょうお届けする曲はねあのちょっとねお話しますとデュラララのあのイベントさっきお便り読みましたけどあのイベントの時にあの聞きたかった曲があったんですよ そう下野さんがさ「あのごめんね宮野くん」っていう歌を歌ってたじゃないまさかそういえば私としくんに謝られてないなと思ってあれと思ってこの見遊ばれた私そうそう心 の処理をねどうつけようかなと思った時にやっぱりあの歌が聴きたいなと思ったんですよねなので、えー、豊永敏行で「ごめんね花澤さん」「マ <laughs> マシュマロのような白い頬あなたに素敵な」 歌を何度も届けたよね時がたって久しぶりの再会あなたは僕のことを そんなにそんなに意識していたのごめんねごめんね花澤さんあなたの気持ちを 僕は100%理解してなかったのかもしれないごめんねごめんね花沢さんこんな僕だけれどケツまであケツまで よろしくね。シマノさんを見習ったぜ。確かに何か北の国からみたいだ。そうそうすごいすごい本当にあよかったよかった心にしみたなんか本当あじゃあしょうがないなって思った。 うん、そっかそっかありがとう <laughs> <laughs> ああ、うっかりうっかりとし君、うん、じゃあ改めて局長会をお願いします <laughs> <laughs> ここはいつまでたっても下手なんだ <laughs>